やあみんな、前回のドドメちゃんのお話は見てくれたかな。天才小学生のドドメちゃんが現れた矢先、天才教師のりっちゃん先生に目をつけられてしまったんだ。この先どうなっちゃうんだ。おはようでしょ。え、私の方を横目でチラチラ見て、何か言いたそうな、その変な顔から、あなたのボキャブラリーの少なさから先に言ってあげたの、おはようってね。悔しいけど当たってる。くそ。まあでもあなたはすごく特殊だから、そこら辺の高校生の問題よりは難問よ。どういう意味かなそれ。っていうか、ドドメちゃんって友達とかいんの？必要ないわ。ああ、やっぱり。そもそも今友達になったからといってずっと友達でいられるとは限らないでしょ。中学や高校に行けばどうせ離れて、大人になれば名前も忘れるわ。だから学問だけは裏切らないから、私はずっと勉強するの。とどみちゃん。はーい、先生もう喋ってもいいかな。とどみちゃん、確かに賢い考え方だけど、まだ小学生なんだから友達作った方がいいですよ。なぜ？とどみちゃん、先生、授業始めてください。じゃあ始めていきます。じゃあこの問題わかる人。先生、何ですかそれ。あれ、誰の手も上がんないな。もしかしてわかんないのかな。さすがのドドメちゃんもわからないか。まさかこの問題を暗算で。本当に小学生なのか。程度の嫌がらせしかできないんですね、先生は。こんな生意気な。あの、普通の授業してもらっていいですか。今日の授業は終わりよ。私としては普段の授業よりも楽しかったですよ、先生。あ、寝てた。終わった。りっちゃん先生、意地悪だったね。え、どこが。あ、君天才だったね。あの授業も普通か。てかあれ、高校生レベルの問題じゃないけどね、もはや。あ、まさかあのうんちを拾いたいのか。どどめちゃんどうかした。私は帰るわ。うわ、めっちゃ見てる。なんか申し訳な。でもなんであんなうんち坊が好きなんだ。あんな天才なのに。じゃあ今日の授業は。先生、私に問題で勝負を挑むなら諦めた方がいいですよ。いいえ、今日の授業は腕相撲よ。腕相撲。確かにドドメちゃんは頭はいいけど、普通にか弱い女の子なんじゃないか。ふ、所詮ガキはガキ、大人の力を見せてやるわ。わかりました、早く終わらせましょう。強がっちゃって。なんだろう、普段はドドメちゃんに対して悔しい思いはしてるけど、今日はなんだか絶対勝ってほしい。
そんな心配しなくて大丈夫です。私は勝ちます。強がりはよしなさい。子供は子供らしくしなさい。いきます。レディーファイ。当然の結果です。ドドミちゃん、一体どうやって？先手必勝、他に使う言葉はないわ。くそー。さあ先生、無駄な授業は終わりです。ドドミちゃん、君は一体何者なの？天才。新曲発表生放送と新曲 MV 公開まであと1日。今回はみんなで和太鼓にも挑戦しました。お楽しみに。今日の動画を見てくれてありがとう。そして今日お誕生日の人はおめでとう。チャンネル登録して